中村さんに丸を作っていただきましょう。本田さんに丸、そしてバツだなと思う方はバツ。はい、わかりやすく参加してくださいね。で、正解した方が続いての問題に答える権利がありますので、ぜひ皆様楽しんでください。では早速参りましょう。第1問です。愛媛三三物語の舞台、新居浜市、西条市、四国中央市は日本でも屈指のものづくり産業が多数あり、このエリアの製造品出荷額は2兆円を超える。丸か×か。さあどちらなんでしょうか。なんか2兆円と聞いてもピンとこないですよね。すごい金額ということはね、わかりますけれども、はい、じゃあいかがでしょうか。もうこの辺りはもう中村さんのね、もう丸か×か2択ですから。はい、はい、じゃあ皆さんに先に出していただきましょう。どちらでしょうか。皆さん答えの方も、お、あれ神にじゃあ中村さんはどちらだと思いますか。中村さんの丸。わかりました。では答えの方を発表お願いします。正解は丸です。おめでとうございます。皆さん分かったんですかね。なんで丸にしたんですか。いや、日中も行くかなと行くかなと思って。はい、わかりました。はい、もうこちらの方はですね、このエリアは四国の中でも一二を争う工業地帯ということで、優れた技術を持つ企業がアーティストと共にアート作品を作り上げます。ここでしか見られない技術とアートの融合作品が皆さんにも見られますので、ぜひ足を運んでみてください。詳しい資料は後ろの方にチラシ置いてますからね、持って帰ってくださいね。では第2問です。子どもの物語で開催する子どもの街小さなさんさんとの当日の参加対象は主に6歳未満である。マルかバツか。はい、もうこれはね、もう皆さん歓迎、選んでいただくしかないです。じゃあ一緒に行きましょうかね。はい、じゃあ皆さんどうぞ選んでください。どちらで行きますか。中村さんはバチに行きましたよ。さあ皆さんいいですか。参加し、先ほど正解した方が今答えを出していただいてます。バチの方いますね。それでは正解は、正解はバチです。ぜひ小学生をお持ちのご家族の方は参加してみてください。じゃあ今のところすみません、正解してる方ちょっと手を挙げていただいていいですか。あ、まだ結構いらっしゃいますね。じゃあ続いていきましょう。第3問。西条市に古くから流れる地下水、打ち抜きは高度の高い硬水である。丸か×か。はい、硬水、軟水というふうに水には種類がありますが、じゃあはい、一緒に予想してみてください。中村さんはどっちだろう。×。中村さんは×ですよ。水はね、女性の方はちょっと気にするところかもしれないので、中村さんの×をヒントにしてもいいんじゃないでしょうか。それでは答えをお願いします。×が正解です。おめでとうございます。これ自信ありました。そうですね、ちなみに今全問正解の方手を挙げていただいていいですか。
Yeah.
マツカで表現していただきます。正解した方は次の問題に進めます。間違えた方はそのままもう参加はできませんが、見ておいて見て楽しんでくださいね。それでは、お二人にも丸かマツカで答えていただくんですが、その前にこのステージが初めて見るという方もいらっしゃると思うので、改めて中村さんはどちら出身なんですかね。はい、宇和島内の出身。僕はイオシなので中予になるんですね。じゃあこれから出題される東予のイベントはもしかしたら初めての出会いがあるかもしれません。楽しみながら参加してください。さあそれでは皆さんも準備はよろしいでしょうか。参ります。最初の問題です。お願いします。ものづくり物語工場のお芝居の舞台の一つである四国中央市の大王製紙三島工場にある煙突エリエールタワーの高さは 200m より高い。丸か×か。はい、四国中央市の街中にそびえる大きい煙突、あれが 200m より高いのかもしくは低いのかというところで、もう自信たっぷりにも答えを出してくださってる方もいますね。さあそれでは皆さんどうぞ丸か×かでお答えください。じゃあお二人もね、はい、じゃあ参加していただいていいですか。じゃあどうぞこちらでしょうか。迷って考えてます。お、中村いかがでしょうか。会場にも答えが丸と×で分かれているようです。それでは正解をお願いします。正解は丸です。丸です。はい、中村さん最初の、ね、問題ちょっとつまずいてしまいましたけれども、エリエールタワーの高さは207m もあるんですよ。はい、あちらの方で207m のエリエールタワーに顔を映し出す工場のお芝居というイベントもあるので、ぜひ見てみてくださいね。皆さんも興味があったら5月3、4、5とチェックしてください。じゃあ続いて第2問お願いします。子どもの物語が開催される新居浜市の秋の風物詩には四国三大祭りの一つ新居浜太鼓祭りがあるが、子どもだけで描く太鼓台もある、丸か×か。子供だけであんな大きな太鼓台稼げるんでしょうか、かけるんでしょうかね。さあ丸か×か、先ほど正解した方参加してください。さあ中村さんもまだ参加してしていただいて、はい、いいですか。皆さん答えの方を出してください。丸の方多いですね。じゃあ田坂さんと中村さんをどっちでいきますか。丸で。丸でいきます。2人とも丸でいきました。じゃあ正解お願いします。正解は丸です。はい、丸が正解。10月16、17、18日に開催される新居浜太鼓祭りの勇壮華麗なね、金蘭豪華、絢爛豪華な太鼓台が揃うんですが、見たことありますか、新居浜の太鼓台。見たことはちょっとまだないですね。映像では、ね、はい、あるかと思うんですけれども、はい、ぜひ生で見ていただきたいと思います。私今、新居浜市に住んでいるんですが、もうこの、ね、祭り期間になったら、町中至る所にもうびっくりするほど大きな豪華な太鼓台が練り歩くんですよ。ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。さあじゃあ続いて第3問。西条市内に約3000本あると言われる内抜きの水は名水百選に選定されているが、日本一おいしい水の称号に輝いたことがある、丸か×か。さあ皆さんいかがですか。正解された方のみ答えてください。内抜きの水って聞いたことあります。聞いたことはありますか。西条の、はい、美味しい水。美味しい水。美味しいと言いますけど、日本一になったことがあるのかどうか。ちょっと難しいですよね。難しいですね。はい、じゃあ2人とも答えはどっち。絶対に。どうも、あ、丸と×で分かりましたが、さあどうでしょうか。はい、どうぞ。正解は、丸です。丸。おいしい水に選ばれたことがあります。8月に開催される水の物語では、この内抜きの水を使ったかき氷コンテストもありますので、ぜひ皆さん暑い季節にもおいしい、ね、かき氷食べてみてくださいね。さあ今のところ全問正解したよという方、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。あ、結構いますね。皆さん優秀ですね。じゃあ第4問いきましょう。山の物語の舞台となり、日本七霊山の一つである
では一番高い山であるが、日本で西日本では2番目に高い山である。丸か×か。さあ、西日本で西口さんは2番目に高いのか、丸か×か。これはちょっと難しいですよね。なかなか山の高さ比較したことありますか？それは僕自信あります。あるんですか？石津さん登ったことあるんで。そうなんですか？途中で体調悪くなって、はい、上がるときはもう誰よりも早く行くったんですけど、降りるときはもう誰よりも遅く見失って、前の人大変やったっていう思い出があるので、ペース配分を間違えたということですね。そうですね。はい、ぜひリベンジしていただきたいと思います。イベントたくさんありますからね、はい、さあ、で実際に丸か×かなんですけれども、じゃあ答えをお願いします。正解は×です。×でした。実は石口さん、西日本で一番皆さん覚えておいてください。2番目に高いのは徳島県にある剣山で、標高 1955m ということでね、石口さんは標高 1982m、 西日本一の名峰と覚えてください。さあ、今正解した方、ちょっと手を挙げていただいていいですか？皆さん優勝ですね。まだいっぱいいらっしゃいますね。じゃあまだまだ続いての質問いきましょう。開催される新居浜市では、赤亀ミュージアムや赤亀マラソンなど、赤亀という言葉をよく見かけるが、この赤亀とは金のことである。丸か×か。さあ、どうでしょうか。赤亀ね、普段ね、耳なじみがない言葉かもしれないんですけれども、新居浜に住んでいる人も結構ね、いろんなとこに赤亀っていう言葉が ね文字があるんですよ。さあ、赤亀とはどうのこと、丸か×かということで、失礼しました、金のことか丸か×かということなんですが、どうでしょう、皆さん。さあ、じゃあお二人はどうですか。金のことだと思いますか。赤亀ミュージアムに僕たち優雅六さんライブ行かせてもらったんですけど、はい、分かんないですね。今のトークの前振りは絶対分かると思ったんですけどね。分かんないですか。じゃあちょっと2択です。じゃあどっちで行きますか。バツで行きますか。じゃあ徳田さんはバツで行きますか。はい、じゃあ正解はバツです。はい、バツです。赤羽とは銅のことですね。新居浜市に別紙銅山というのがあるじゃないですか。ということで、銅と覚えてくださいね。10月5日赤羽物語天空の音楽祭では、俳優の石丸幹二さんがプロデュース出演をするイベントもありますよ。さあ、今のところどれぐらい連続正解している人いますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、あ、結構いらっしゃいますね。じゃあもう一問いきましょうか。じゃあこちらの問題でラストとさせていただきます。上の町四国中央市では紙幣も製造されている、丸か×か。じゃあどうなんでしょうか。上の町ですもんね。そうですね。何でも製造されている紙の町です。お金は作られているのかどうか、丸か×か。さあ、お二人答えは決まりましたか。はい、はい、じゃあどうぞお願いします。お二人は×ということで、じゃあ正解